宮崎保安永3年12月10日は、江戸時代中期の儒学者。名分木、字は小常、通称は、常の進む。教法2年、終わり国会、西郷里リ池村にて、宮崎子の長男として生まれる。18歳の時、両親と系に移り、伊藤東,東外に指示して学ぶ。東外没後は、東外の弟、伊藤乱宮に指示した。志賀に優れ。 特に牧畜画については、山しなり帝、味噌の中京、浅井都南と共に、平安の四地区と称された。しかし、画名が高まった結果、人から樹者ではなく、画工と見られていると母にいさめられて、筆を折り、その後、修正画質を取ることがなかったという。また、俗習に染まらず、世上に疎い人物であったとされる。ある日、雨に降られた、穂が、 慌てて駆け込んだの岸田が昇華であった。昇華の義たちは、しきりに、お入り、お入りと、法を招いた。法は、客引きされたとわからず、帰宅してから弟子たちに、傘を貸そうとしたのだろう。人としというものは実に、人の固有である。などと語ったことから、以来、弟子は穂、法人ひし先生と、あだ名したという逸話が残されている。安永三年、去年五十八にて没し。 東山の栄冠堂に葬られた。微考録、形説、私文集数巻を表したが、いずれも成功に至らず終わった。ABCD、コンサイス日本人明治天線に百2 0ページ、成功100は89ページ、金世基人伝刊の1から527ページ、成功100は89から90ページ AB、金世基人伝刊の1から528ページ AB、 成功100は90ページ。金星基人伝館の1から528から29ページ。AB。金星基人伝館の1から529ページ。成功100は91ページ。AB。金星基人伝館の1から530ページ。ありがとうございます。